お疲れ様でした。久しぶりの登場、大森さん。そうそう、トレイル行ってた話。はいはいはい。もう鎌倉のトレイルは行ったことなくて。鎌倉発で、横須賀に抜けるみたいなコースもあるんで。はい、ああ、いいっすね。はい。まあ、逗子とか葉山とか抜けて、横須賀に出てくるみたいな。でもそれワンウェイでやって。20キロとかかな。お、いいですね。多分。じゃちょっと夏場で身軽になるんで、はい、着替え持って、うん、ワンウェイで走って、うん、で、横須賀で、そうっすね。ビール飲むみたいな。いや。ね、猿島行ってバーベキューする。あー、それだー。来たー。そのラントリップしたいですね。妄想。ということで、はい、4月の2日土曜日、ウィークリーラントリップ公開でございます。ぜひ見てください。見てね。